奈良型駆逐艦は日本海軍の二等駆逐艦、同型艦6隻。第一次世界大戦中に建造された桃型駆逐艦4隻は、竣工するとカバ型駆逐艦の8隻に続いて地中海に派遣されることになった。1917年5月21日、海軍大臣から内閣総理大臣に地中海派遣の代艦として、 駆逐艦六隻建造の正義を提出、その予算は、翌22日に直裁を受けて建造が決まった。予算額は、対象6年度のみで一隻169万6792円、総額1018万752円、実際の支出は1017万5240円だった。建造は、各海軍交渉4箇所で行い同年10月から11月に、寄港。 翌1918年3月から4月に全艦巡航した。巡航後の各桃型駆逐艦は投資公開を経て第二特務艦隊の公認を受けて各司会良を施された奈良型駆逐艦が国防の任務に就くことになった。その後第一次世界大戦後大国国際連盟上任理事国戦勝後大列強国に 日本が加わることに大きく貢献して、帰国した桃型駆逐艦と共に、各種国防任務に就くことになった。連合国側で参戦していた第一次、世界大戦中から建造が開始され、ドイツ帝国の敗戦を迎える1918年までに、収益した奈良型は、各艦が第二特務艦隊の派遣中留守となった日本近海や、 関東周周辺の国防任務で活躍し、ベルサイユ条約の締結をもって、正式に戦勝国として迎えた第一次、世界大戦終結までに国内海軍交渉で竣工した代表的な官邸であり、特にジュネーブに置かれた国際連盟の常任理事国となった日本は、太平洋旧ドイツ帝国領には新たに委任統治領が設定され、日本統治担当地区になった。 サイパンやパラオなど内南洋地域を警備する駆逐艦,艦艦級として広大な領海警備も担当し大戦後後継機に湧く大正時代から昭和初期の日本海軍を支えた方向艦となった本級のネームシップである駆逐艦ならは搭載された主力手法である1 2ンチ4 5後継手法ミキと最大戦速31ノットというバランスの良い 性能にておいて使い勝手が良かったとされ、故障が少ない艦であったとされる動線は領海及び南洋地域の国防を全うし、雑役船や総海艇としての任務に就いたの地帯役した。しばしの渓流の後、戦艦機の昭和15年11月15日に、船体寿命により、廃船、港船としての除籍後は、約90メートルほどの船体を再利用する案が、 持ち上がり、日本国内で防波堤用資材として使用された。基本計画番号は、前型である、桃型と同じ F27。船体に変更はないが、地中海での使用実績から、船体の各部を補強し、排水量が15トン増えた。機関出力も増えているが、これは増加した、排水量で、 桃型と同じ計画速力31.5ノットとするためで期間に変更はない。その他の詳細は桃型駆逐艦,艦艦型を参照。大正末から昭和の初めにかけて中国方面へ警備のためしばしば進出している。これは二等駆逐艦は喫水が浅く長考川口付近の行動に便利なこと、また関係小型による航続力、両派性の不足が 中国沿岸では問題にならないことからである。奈良型は6隻からなり、内4隻は1個駆逐体を編成した。奈良、エノキは1等駆逐艦の海風型駆逐艦2隻と第2駆逐体を編成。二区は混成駆逐体となった。二区については第2駆逐体の項を参照。横須賀鎮守府隻の奈良、エノキで編成した。編成日は、 両館の春行日である。前日まで、第二駆逐隊を編成していた一等駆逐艦開封、山風は、奈良、江ノ木と交代する形で一旦駆逐隊から離れた。しかし、同年8月1日に、二区へ復帰し、日東級に形式の混成駆逐隊となり、昭和11年の助籍までこのメンバーとなる。大正7年11月に、 マイズル・チンジュフへ転出して二代目第32、駆逐隊となる。マイズル・チンジュフ廃止に伴い、大正11年に、クレ・チンジュフへ転出し、二代目第17駆逐隊となる。昭和5年に駆逐艦より、総海艇に転じたため、四隻とも揃って、第6総海隊に転じた。なら、エノキと交代するまでの海風型駆逐艦からなる。 駆逐隊の編成については海風型駆逐艦、駆逐隊、総海隊の編成を参照。所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り。各艦の戦歴は各艦の項目を参照。横須賀鎮守布石の区は牧、牧ケヤキ、椿で編成。春雨型駆逐艦からなる仙台が大正7年4月1日に。 第7駆逐隊にスライドして、以来の3代目第4駆逐隊となった。大正11年12月1日、これまで飛び番だったミネ風型駆逐艦の駆逐隊を、第1第4に揃えるため、ミネ風型 5×2 番号を譲る。同日、神風型駆逐艦からなる仙台第9駆逐隊が、クレチンジュフに転出し、第11駆逐隊に解消したことを受けて、 三代目の第九駆逐隊となった。後半は中国大陸中流が長い。所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り。各艦の艦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。